あれから1週間。僕はたった1週間で留学生のパトに全てを奪われてしまった。へえ、メリアちゃんとは物心がつく前からずっと一緒なのね。羨ましいなぁ、そういう関係。また留学が終わっても遊びに来るといい、宿として泊めてあげよう。そんな、でもその時は大人になってトウヤさんと二人で語り明かしたいですね。うちの子は全員美人さんでしょ、誰が一番可愛い。皆さん魅力的な女性ですよ、私なんかが優劣なんてつけれませんよ。あのゲームを知ってるなんてなかなかですな。あれは素晴らしいゲームだからね、海外の作品でも評価されるべき作品はちゃんと評価された方がいいんですよ。明日には帰るんでしょ、何かここらでお土産でも買っていくの。そうですね、まんじゅうのような甘い和菓子を買って帰りたいですね。和を感じるものが好きですから、私の家族は。ああ、パト君明日に帰っちゃうのか、せっかくこの一週間楽しかったのにな。そんなこと言わないの、それにこの一週間うちのパトを放っておいたでしょ、ちゃんと相手してあげなよ。はあ、私の兄が今のパトじゃなくて来てくれてるパト君だったらよかったのにな。それは言い過ぎよ、せっか、隣の芝生は青く見えるもの、私たちのパトだっていいところは。と言いつつ月下お姉ちゃんもすごく仲良くしてたじゃない、本当は狙ってたんじゃないの、仲悪くなってどうすんのよ、表付き合いくらいはわきまえてるわよ、こっちも。そう、なんだよ、どいつもこいつも、僕がそんなに邪魔か、あの野郎、たった一週間で僕の家族と仲良くなりやがって、僕はどう顔を見せたらいいのかずっと考えるくらいなのに。留学生が来てから一週間遊びにも来なかった。なんで来てくれないんだよ、なんで求めてる時に限って会えないんだよ。まさか、あのパトの野郎に口説かれた？だから僕なんかに興味をなくして、だとしたら僕はふざけんな、どこまで僕から奪えば気が済むんだ。あれ、パト、どうしたの、こんな時間に慌てて。おうか、あのパトって人はどこに。あ、エルちゃんの家にいるメリアちゃんに会いに行ったよ。え、やっぱりか。友達思いだよね、最後の日本だから夜道を散歩だって、本当下心のない人でよかった。って、あれ、パト。くそ、ふざけやがって、家族に会ったら増えるまで狙うつもりか、どれだけ僕から。くそ、あふざけやがって。そうか、パトさんは幸せ者だね、君みたいな綺麗な人にたくさん思われてるなんて、応援します、ぜひ幸せになってください。メリアさん遅いですね、少し様子を見てきますね。家から離れろ、クソ野郎。どうしました、なんか私があなたを怒らせるようなことをしましたか。何かしたか、だと、自覚ねえのかよ、お前が来てから俺の居場所はなくなった、なのにそれなのにまだ僕から L を取るつもりか、お前に意識させているの中にある僕の存在を消すつもりか。いい加減にしろよ、ボットでやろうが、悪気なく僕の全てを奪ってるのが立ちが悪いんだ。さっさと消えろ、憎まれ口の一つでも吐いてから帰れ。お前がいいやつでモテるほど俺という存在意義がなくなるんだよ。意味がわからない、私が他の人と仲良くしてなんであなたが不幸なのですか。だから、やめて、パト君、落ち着いて、ね、なんだよ、なんで俺なんだよ、パトが、大丈夫ですか。私のせいだ。え、パト君は強い疎外感、嫉妬、迫害を受けたような孤独感、誰も他の人が自分のことを考えてない、見捨てると悪い方にばかり想像が働いたんだ。だから普通の会話でも被害妄想が強く働いた、こうなることは予想できてたのに、私がちゃんとそばにいてあげれば、きっとパト君は私に。追わなくていいんですか、事情が事情なら仕方ありません、私が追っても逆効果です、L さん、追いかけてください。はい。想定外だった、本当ならパト君はこの1週間で私に依存するはずだったのに、みんながパト君を見放し、私だけがパト君に寄り添うことで完了したのに。パト君、いや、主様の記憶と心の悪意を利用したこの世界、そこから人物を反映させて作った、効果的だと思ってミユー様が欠けた帝都ルエデンの記憶も解除した、とどめにメリアを出せば勝ちだった。なのにあのメリア、あのメリアが、どうしたのメリアさん。いえ、なぜかあなたに彼のところに行ってほしくないんですよ。私、日本に来て初めて会う人です。パト君に比べたら魅力は薄いです。ですが、なぜか一目見た時から放っておけないなって思ったのですよ。だからこの一週間、私の相手をしてください。断れば家族の方に抗議しますので。くそ、メリアを引用したのは失敗だったか。まさかここまで設定をいじってもなお主様に思い入れがあるというのか。メリア、でもまだこの状況を立て直すことはできる。主様は今多くの悪感情で被害妄想がひどくなっている。今弱り切っているところに私が行けば、まだ立て直せる。せっかくのチャンスなんだ。私が主様の一番になれるチャンス。
すべての関係を壊して私が主様の隣に立ちたい。そのためならどんな悪意だって許容する。待って、主様。あんまりだ。こんなのって、こんな現実があってたまるかよ。クソが、クソが。そうか、因果応報なのかな。妄想の世界とはいえ、俺は意図的ではないにしろ多くの人から好意を受け取った。つまり選ばれた人がいるってことはそれ以上に選ばれなかった人がいたんだ。俺はそんな人たちの気持ちを考えなかった。好意を向けられるのが嫌。バカ言ってんじゃねえよ。世の中にはこうやって好意すら向けられない。向けてもらおうと必死にあがいても一瞬で奪われることだってある。無残なことに時間をかけても一瞬で崩れる。俺はもっと妄想の世界で人の好意に向き合うべきだったんだ。それが選ばれなかった人たちの報いだったんだ。それなのに俺は自分のことばかり。はは、妄想での出来事に後悔しても仕方ないだろ。現実の僕はどこまでも情けなくて、どうしようもなくて、身勝手で、誰からも相手されないクズ野郎なんだよ。生きるのが辛い、戻りたくない、もう誰の顔も見たくない。疲れた、結構山の方に歩いたな。妄想の経験がなかったらビビって絶対に入らないだろうに。はぁ、ないかな。今いるこの世界が妄想で、妄想の世界が現実ってこと。だっておかしいじゃん。妄想の中にいた人がなんで同姓同名で現れるんだよ。そんなの天文学的だろう。天文学知らないけどさ。それにしても逆になんでいるは僕の妄想世界にいなかったんだ。これだけ僕はいるを頼りにしていた。とてもじゃないけど、今この現実からせっかと付き合いたいなんて願望を抱くわけがない。いや、そもそも前提がおかしくないか。俺はみんながいるから妄想世界で出会った人たちも当然いると考えた。だけど妄想だぞ。会ったこともない相手だぞ。普通存在しないって考えるのが普通じゃないか。例えば福読子とか、普通に考えたらいない。だけどもし月下に聞いて存在を証明、もしいなかったとしても僕がこの世界で出会ったことがないのに妄想と同じ名前、同じ姿の人物に一人でも会えばこの世界を否定できるんじゃないか。あれ、いやもうそれはできてるぞ。メリアだ。だって大川は言ったんだ。メリアは空想の人物でメリアの代わりがいる。だって、でも実際同姓同名のメリアが現れた。ならその過程は成立しない。嘘だ。身内は全員出てる。つい最近初めて会った人もなぜか出てる。なのにエルが出ない。待て、エルって誰だ。帝国闇がどルエデンでも見たことがない。もちろん地球でもだ。ここまでで数千以上の人と世間話を含め関わってきた中でもエルは存在しなかった。パト君、ごめんなさい。寂しい思いをさせてごめんなさい。勘違いだよ。私はパト君しか見てない。パト君以外誰も見えてない。嘘じゃないよ。私はパト君の病を治して二人でずっと生きていけるようにって頑張ってる。これが下心というなら 100% 下心だよ。それだけ私はパト君が好きなの。一緒にいたいの。だから自暴自棄にならないで。辛いなら私がいくらでもそばにいてあげるから。寂しいならどこにも行かないから。だから死なないで。この場から去ろうとしないで。ああ、なんて優しいんだ。こんな辛くて苦しい世界で、僕の居場所がないと思えるような世界で、唯一味方でいてくれる。エル。だから疑うんだ。あまりにも俺に都合が良すぎる存在だからさ。パト君。エル、一つだけいいかい。それで僕はエルの言葉を全部聞くからさ。エル、ここまでどうやって来たの。あと追える距離感でもなかったよね。僕は急いで外に出たから携帯も持っていない。だから GPS なんて嘘は無理だよ。ならいるい。一週間も会ってないのにどうやって僕が今日着る服がわかったの。靴か。でもエル、君だってあの場で急いで追いかけてきたんじゃないのか。じゃないと本格的に見失うからね。そもそもこんな暗闇の中ライトも使わずにどうやって迷わず来たの。いくら GPS でも大まかな位置しか案内してくれないよね。なら声を出すとか、ライトでくまなく探すとかが普通だよね。パト君、何が言いたいの？エル、君だけが僕に優しすぎるんだよ。そして都合があまりにも良すぎる。それが何よりも不気味なんだよ。ねえ、君の正体は？僕が、いや俺が今から戦おうとしたエノの究極系じゃないのか。だとすれば納得するんだ。この苦しいだけの世界が、苦しい世界で唯一優しい君が、そして辻褄が合わない現実が。間違っているなら、否定してくれ、エル。もう、ダメですね。私の望みは叶わない。結局は敵でなければならない。どうあがいても一番にはなり得ない。なら、戦う、しかないですね。やっぱりそうかよ。これ全てがエルのエノの力だっていうのかよ。待て、でもここではオーラが扱えない。今のあいつに勝つのは不可能。どうするんだ。
戦うなら器を返して。戻った。この世界の解除条件はあなたのコンプレックスであるあなたが知る過去の自分自身が死ぬこと。つまりこの答えが死ねばこの世界は崩壊する。なぜならここはあなたのコンプレックスから作られた世界だから。私と戦いたいなら私のナイト様を倒して、そしたら戦ってあげる。そうかい、やっと戦えるってわけだ。エルの術のおかげでミカとルエデンの記憶が戻った。この試練限定でミールが記憶に蓋をしてたんだな。まったく性悪な奴だ。後で文句でも言って数人くらい重力を無償で渡してもらわないかな。さっきまで最悪の気分だったけど、今はすがすがしい最高の気分だよ。ミカとルエデンで培った経験、この試練でに思って学んだ技術と経験、全てが合わさってまた強くなった。もう何も壁を感じない。まずは前座、俺のコンプレックスを倒す。お前は前に進む俺の邪魔でしかない。全力で潰してやるよ、跡形なくな。一点集中の極意、アンストッパブル。私が作ったメリアでも邪魔してくるってどんだけよ。それさえなければ間違いなく私のものだったのに。甘いですね。そもそも昔のご主人に私、もう未練ありません。どちらか選べと言われたら間違いなく今のご主人を取ります。何せ昔のご主人は過去ですからね。いいのかな、もし昔の主様が聞いてたら泣くよ。知りませんよ、過去に泣かれても。こういう悪意や過ちを素直に認めて自分自身に落とし込めるタイプは苦手だな。